腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は上級、シナリオは手取り川、選択大名は上杉、第12回を始めさせていただきます。前回は織田信長と機内にて決戦を行うべく牙を研いでいるところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。では七尾城から行きましょう。昇龍寺に向けて進軍です。心せねば。で、あとは今回参戦するのは七尾城で、あと大聖寺も行けるかな。1万大聖寺、こちらこの辺りは連れてきたいとこですね。で、ちょっと富山城はもう少し遠くなってしまったので行けないので、あとは増山城、安田さん、まあ、安田さんは兵力を集中させるための巻き絵みたいなもんですね。実際の戦闘には多分参加しないですね。では進めていきましょう。早く小松城3000には回復してほしいな。お、別所家が毛利家撃退と。これで毛利の闘神は一旦収まったっていう形になるんじゃないか。世に響かせ。別所がね、毛利撃退しましたからね。なんだと。では金沢御坊からこちら昇龍寺に向かって進軍いたしましょう。城攻めですか。で、小松城2700か、ちょっと弱いな。うわー、戸田勝成1万2000とか、ふざけた兵力いるな。あー、では進めていきましょう。お許しいただきたく。下妻隊1万2000がダメか。まあ、進軍はさせよう。で、あともう一段階、小松城もう一段階、3000は欲しい。よし、これで謙信も出していきましょう。3000いればそこそこ戦える。では進めていきましょう。小松城で米問屋が立ちました。これで全部済みましたね。で、軍開発がこちら入り愛知をしていきましょう。ここも入り愛知をしていきましょう。よし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 、いいんじゃないの。で、大聖寺、大聖寺からこちら昇龍寺に向かって進軍です。では進めていきましょう。で、朝倉山からも昇龍寺に向かって進軍です。小笠原長時、北の将出す？北の将はな、この後小松城の、この戦の後を本拠地移転したいとこなんですよね。だから北の将はちょっと取っておきましょう。豪雨だと？あー、いちごが少しかかってますね。でもこれは配下軍団のところだから、まあ僕ら関係ないですね。徳川が信用100。で、野瀬山から上杉景勝、昇龍寺に向かって進軍いたしましょう。いよいよ。で、あとは樋口兼継ぐ、昇龍寺に向かって進軍です。で、あとは下妻来年、こちらも昇龍寺に向かって進軍です。あ、そうだ、評定衆は入れてますね。小仁田隊配備で、当家に従属する勢力をちょっと作りたいんですよね。従属してくれそうな東北の大名でいないかな。何用でしょうか。最上と強烈なタッグ組んでるからな。安藤家隣接してないか。まあ確かにそうなんだよな。東北厄介なんだよな。越後の方がね、ちょっと接してますからね。そうだ、軍団が変なことしないようにちょっと釘刺しとこう。方針で、あ、大丈夫、軍団支援になってる。で、攻略領土不許可にしときましょうね。これでちょっとね、内政だけをとりあえずやっていただければね、内政だけ進めてくれればそれで文句はないですからね。
軍事性はないのか我ら。まだできてないですね。政略目標が未達成ということで、どれで見るんだったっけな。一覧で目標はイベントではないよな。報告、これですね、勢力目標で。軍事性が軍事性を取るためには政策レベルが今4のところ6まで増やさないといけない。あと2つ取らなきゃいけないってことですね。だけど金銭収支今3300のプラスなので、ちょっとねやっぱりね3000は維持したいんですよね。だからちょっと今の段階だと採用できる新策はないかな。統治療法ぐらいかな。本当は統治療法や伝馬性でも、伝馬性だともう1800いっちゃうからダメですね。やるなら統治療法ですね。軍の海兵力回復速度がプラス 10%。 これやっとくか。これやっときましょう。よし。であともう一つ、本当はこれやりたいんですけどね。城攻めの包囲陣とか南蛮攻撃、特にこの強行はよく使いますからね。でもこれやると2500まで減る。うん、次回の戦闘までに間に合わせましょう。で援国投与、申し上げ失礼しました。お金が欲しいけど、要案がございます。いい部署いるかもしれないのでやっておきましょう。であとは天勝さんを出していけばいいですね。ここうまくいけば12部隊行くんじゃないか。せめて8部隊は行くだろう。行きましょう。12部隊行きそうですね。これ12部隊行くと熱いですよ。わかりました。では進めていきましょう。いいですね、いいですね。大きいのも小さいのも集まってますね、はい。上杉景勝はこのようなルートをたどりましょう。ちょっと早すぎる。あ、そうだ、斎藤友信も出したいんですね。斎藤友信も昇龍寺に向かって進軍です。であと天勝さんも出していきたいですね。下妻さんは撤退。その分総兵力が減るので、安田さんを今更ながら昇龍寺攻めに参加で、あとは店の兵だから富山城も出していきましょう。富山城も昇龍寺に向かって進軍、これでいいでしょう。で製造建設、いやそれよりも港建設やりたいですね。鳴海城やっていきましょう。これで鳴海城が上位集落のこちら取れれば、政策で海上輸送のレベル2、交易港8か。まだまだ足りないな。まあいいでしょう、仕方ない。であとはここの軍勢ですね。わあ、結構強い部隊もいますからね。いよいよ集まってる、集まってる。統治療法が上がったと。上杉謙信がこの輪の中に入れてない。安田さんを一旦戻してこちら行きます、行かせましょう。あ、でも2つの軍を巻き込むから別にいいのか、このまま行っても。我が手番ぞ。ちょっとやってみましょう。ダメだったらまたね調整すればいいですからね。うん、なんかダメっぽいな。まあいいや、やってみましょう。あーやっぱダメか。安田さんを下げて昇龍寺、いや、余計なことやったな。このまんま向かわせる。で安田さんだけ戻って昇龍寺、これでいきましょう。
まあ戻さなくてもいいからこのまんまいけんじゃないか。はい、これで合戦できると。で9部隊13部隊いいですね。12部隊しかも3万7000と大した兵力じゃないですね。相手は荒木村重続きだと思いますが、続きの戦いをやっていきましょう。これで威風強はすごいぞ。あとうまくいけばそのまま二条御所にね攻め込むことも可能ですからね。さてさて、うわー弱い、山の内勝豊とか弱いで、強いのは気をつけなきゃいけないのは大していないですね。久喜義孝隊と荒木村重隊、別所長春隊、この辺りが4000超えでそこそこ強いと。これだったら上杉謙信3000でも十分戦いますね。さてそうすると右翼を突破するのは、でも謙信やっぱり前立てたいんですよね。謙信もね寿命がどれぐらい、まあ長命にしてるとはいえね、そんなに長くは生きられないと思うのでね、できれば織田は滅ぼしてね代替わりしたいんですよね。で本願寺建業突破するのは北条高広の方がいいでしょう。であとは斎藤智信も突破隊に必要ですね。やっぱ混乱をね有するねあの武将はねちょっとね大事に使いたいですからね。では開戦です。右翼は謙信と景勝のね2人の親子でね向かわせたいと思います。歌舞伎者か、これで攻撃力があるんですよね。114までいってますね。で我ら謙信は105と。で上杉景勝はこちらに布陣しましょう。で斎藤智信はここまで行きましょう。で下妻来年はこちらまで行きましょう。で本願寺賢女もここまで行きましょう。で樋口兼次、樋口兼豊、そして北条高広。樋口兼豊は北条高広のバックアップで動きましょう。では進めていきましょう。バックアップで動かす必要もないかな、十分だな。前出そう。で上杉謙信が突撃レベル3と。お制圧早いな。越後の竜の効果が強いですからね。騎馬突撃は入ったのかな、なんか入ってない気がするな。まあいいでしょう。よし制圧、制圧された。お鉄砲戦車、ちょっと待てよ。これはこのまま行って古武の要所が空いてるので下妻雷霊に向かわせましょう。本願寺賢女はちょっとここで待機ですね。いいよいいよ、いい具合だよ。これだったら古武の要所を制圧できる可能性が高い。いや落ちさんたちが来るか。ただこの2部隊はそう強くないのでいけるんじゃないか。強撃入った、いいよ。そしたら北条高広で別所さんに向かいましょう。樋口兼次で北に向かいましょう。樋口兼豊はどちらに行ってもいいようにちょっとこちらで待機。あー怠慢勝負が多くなっちゃってるな。まあ斎藤智信は多分8スか5、6倒せるでしょうからね。ここさえ倒せれば一気に瓦解するんじゃないか。怠慢勝負が多いのが本当嫌だな。強撃かけるペースもないです、スペースもないですからね。そしたら本願寺賢女もうすぐで混乱も入るし出して、はいまず1部隊撤退。で斎藤智信一旦下げて休ませましょう。でこの2部隊でこちら、いや景勝休ませて謙信勲功稼ぐために、はい1部隊また撤退。いよいよ、そしたら本願寺賢女で北に向かいましょう。本願寺賢女、いやいやいや、あーなるほど、加藤清正が来たのか。お天の時が出ましたね。これで勝ち確じゃないの。
が乱れては戦えぬ。本願寺賢慮でここ加藤清正を足止めしましょう。よし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 、おちさん国城の部隊はすぐ撤退と。ちょっと待て、状況を見ましょう。上杉景勝が体力回復したら左翼の方に参陣できると。で金豊、樋口金豊は混乱がもう入るので北条高弘さんと入れ替えていきましょう。で樋口兼次は荒木村重、注意するべき荒木村重に対して混乱を入れたのでこれでいいですね。でここの戦場に関しては斎藤智信が、斎藤智信が一旦戻りましょう。はい、制圧で雷電は北に向かいましょう。いや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 、そんな簡単に動くな。まずは休みましょう。で上杉景勝は八須賀家政が行ったのを確認してからこのような動きさせよう。ちょっと待って、一旦このようにコブの要所の方にまで向かいましょう。よし、混乱入れましたね。うん、北条高弘休ませたいんだよ僕は。樋口兼豊が戦えばいいんだよ。で斎藤智信が休んだと。北に向かいましょう。で下妻雷連が休んで、越智さんはね国衆だからどうでもいいです。下妻雷連休みましょう。もう山之内和豊は終わるはずですからね。撤退でしょう。よし、そしたら北条高弘で樋口兼次を助けに行きましょう。お、捕獲ですね。そしたらこちら加藤清正を攻撃しましょう。樋口兼次がやばい、これはやばいぞ。樋口兼次が早く、はい、よいしょ、制圧。荒木村重に対して攻撃を仕掛けましょう。はい、加藤清正撤退。そしたら上杉景勝北に向かう、下妻雷連コブの要所を守る、本願寺賢慮も包囲を解くと。で上杉謙信軍神がたまったので久喜義孝にぶつけに行きましょう。こちらに北に向かいましょう。加藤清正のね逃げるルートをねちょっと作ってあげましょう。よし、これでいいでしょう。で樋口兼次は逃げましょう。気を撃退するぞ。よし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 、で軍神を当てると。いいよ。はい、962混乱不要。そしたら謙信は逃げましょう。ダメージ与えただけで十分です。よし、別所さんが、ね、いなくなった。そしたら樋口兼という一旦休もう。はい、荒木村重撤退。そしたら斎藤智信休ませて、北条さんも休ませましょう。荒木村重を生かしたままね使いたいですからね。いいんじゃない。お、こちらでコブが作れればベストですね。使えればベストですね。いよいよ、はい、東領隊撤退。で樋口兼豊がこちら向かう。あ、樋口兼豊ここまでにしましょう。早く荒木村重いなくなってくんないかな。この辺りの要所を取りたいんだよな。下妻雷連、いや上杉謙信に引かせましょう。あ、ここ取られようとしてる。ちょっと右翼をザルにしすぎた。北条高弘に右翼ちょっとね救援に向かわせましょう。でその寄り木として樋口兼豊もつけよう。要所の守りを固める。いいよ、見えましたぞ。コブの要所を使う。砲台を前に出せ。
そしたらまあ制圧されてもいいです。そんなことか、出てきちゃいましたね。ちょっと待って、上杉景勝勝手に動いてんな。こんな指示を僕はしてないぞ。とりあえずコブの要所まで向かいましょう。で下妻雷電じゃない、斎藤智信前出しましょう。コブの要所では戦いたくないんだよな。高岩寺下妻雷電下げましょう。このまんまね、軒口やられる可能性が高いからな。このままだと勝敗を決めてやりましょう。軒口防衛に向かいましょう。はい、撤退と。そう、そもそも強くないからそんなに考えなくてもいいですけどね。この2つを謙信が落として勝ちに結びつけたい。はい、コブの要所を入れていきましょう。使っていきましょう。この国衆もなー、しつこいなー。はい、撤退。まあ所詮国衆ですからね。そしたら影明はここで待機。おお、攻撃受けてる、攻撃受けてる。ワンチャン確かに狙いたくなるよね。これぞ天佑。であとは謙信に2つの要所を奪わせて勝ちにつなげたい。はい、要所制圧。謙信急いで、謙信急いで。いよいよもうコブの要所はいいから、あとは謙信がこちらの要所ね落としてほしい。で混乱入れたので消えましょう。で樋口加熱もこちら行きましょうかね。混乱だけ入れときましょう。いやマジか謙信、てか謙信相手に来るなよ国衆。で軍神が発動と。これで撤退するんじゃないの、しないか。もう撤退出したら終わりなんだから。国衆が撤退で終わりじゃないの。はい、撤退、これにて優勢勝利です。いいねいいね。さあこれで威風強発生ですよ。で1万3000減りましたが、まあ、ちょっとね対マン勝負が多かったですからね、結構兵数減らされちゃいましたね。斎藤智信が、斎藤智信が400も勲功稼いでましたね。でこれで威風強発生。二条御所中心の部隊は残っちゃうんじゃないかな。風届かないよね。周囲に集まったのは消え去るが威信を高めたと。1万5000、このお金はいいね。いかがだったでしょうか。見事に畿内にて織田軍を殲滅した上杉謙信、このまま一気に織田家の畿内を奪い取ることはできるんでしょうか。西からは毛利が迫っております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。